あの順目であの形だとね、なかなかあの安全牌になる一品二枚って切りづらいですからね。はい、中田の手がほぼ満図でした。本当だ。さあ、もう全局の余韻もすごいんですけれども、何の一局、戦いは進んでいます。ドラ9ピンで中田の親番。ここまで上がりがないのは中田ですが、ハイパイご覧ください。いや、両面できたけど、いらないいらないって言ってる。どこから泣く問題ですよね。なんかいいもんポンって言っちゃうと、その後上茶の手がね、あまりいい手じゃないって絞られるので、本材がほぼいいもんしかないもんね、多分現状はね。中田の手、もうマンズは集めたいですね。イーマンポンはあって、チーしたい牌もいくつかあります。かやもりもいいカンちゃんを引き入れた。3万チーとかめちゃめちゃしやすいですね。3万伊達の手から出ることがあるのでしょうか、うん、この後、ま、自分で引いちゃうのが一番いいですけどもね。もちろん、はい。中田はマンズにこだわっていくと速度がどうなるか。現在トップ目はフェニックス茅森ですが、まだまだ全員貪欲にトップを狙う点差です。ちょっとマンズを引けない。一番引けてないですもんね。そうしているうちに茅森が伸びてくる。白鳥はまだメンツなし。手はマンズ一メンツ、ドラ1枚、白統一。これで手の中マンズと自敗になった、はい。さあ、みんなに後押しされてメンバー内投票1位を勝ち取っての開幕戦となりました。チーム開幕戦任された中田かな、この親番一上がり決めたいですよね。この伊達さんの3万、まあまあ泣ける可能性高いと思うんでね、その前にちょっとマンズの5から上の方のパイなんか1枚ぐらい引いておきたいですよ ね、 なんかね、全部たりきは厳しいが、ただここでかやもりがやってきた。サブローピンウーパーマンのイーシャンテン、ドラドラになった。これはポンしても打点があるので、わさんまん出た。チー急所まず一つ泣きました。捨て牌はマンズの染め手ですと言ってますかね。そうですね、まあ、これでもイーマンもしポンさせてもらえなくてもね、サブローマンとチーマンのくっつきみたいな形なので、受けは広いですからね、うん、一歩進んだことを喜びましょう、はい。とりあえずマンズ何引いてきてもいいシャンテンにはなりますね、うん、受け入れはね幅広いですよ、はい。伊達が来ますよ。白ポンしたらドラドラのテンパイ。白はまだ山の中だ、うん。これ伊達面前でいけるかもしれないですね。あ、これはどっちで泣きます。ローマンは絶対に泣く、迷いなし。両面で泣いて自敗どちらかを切って、はい、イーシャンテン鎮圧にしたい。チーマンのくっつき、まあ、こっちにしておくと、もしね、あの6球マンとか5マン出た時泣いても天板に取れますよね、うん。カンローマンで泣いて数万にくのくっつきにする手もありましたけどもね。同じ牌でもどう泣くかで残る手の形違う、まあ、数万のくっつきも取れる。もう鎮圧、絶対鎮圧。これでマンズは何引いても天敗じゃないですか、はい。ただここでかやもりが天敗です。単ヤオの天敗待ちはウーパーマン、うん、マンズ待ちだけど、ここはリーチでかぶせていきました。白鳥はね、これもマンズ切らない構えだったのかなって勝手に思ってたんですけど、浮いてるパーマンしっかりととどめて、またぶつかるじゃない。リーチと聞こえたね。リーチと聞こえた、伊達のリーチ、リャンウソ一気にぶつかる。いや、中田もここ後ろ下がれない。いや、めちゃめちゃ切れてるんですけどね。リャンウソ3枚もあるんですね。リャンウソ3枚、ウーパーマン2枚、両者待ちは山にしっかり残っている。そして中田追いつきたい、追いつきたい。バッチバチに火花を散らしております。3
3万個泣けないくっつけたいローピン、きついどっちにも通ってない。まあ、ただマンズも何も通ってないんで行くしかないのかな。行くしかない、うん、親の中でも尋常じゃないプッシュ。つも嘘を積もる3,000-6,000。強い強すぎる伊達有沙。リーチツモハクドラドラに裏も一枚乗りました。3,000-6,000。力でねじ捨てた感じがしますね。四度目のリーチを実らせました。3,000-6,000で伊達がトップ目に。そうか、開幕戦でもう4本投げてるんですね、はい、リーチボールね。腕を振ってリーチ棒を投げて、はい、結果もしっかり出していきます。